Chào mừng các bạn đến với trung tâm Nhật ngữ Shop. Ngày hôm nay, Shop muốn chia sẻ với các bạn một nhân vật đặc biệt, người đã chinh phục thành công tiếng Nhật tại Shop. Đây là xưởng làm việc của công ty Hưng Thịnh, chuyên cung cấp các linh kiện điện tử cho các đối tác Nhật Bản. Giám đốc công ty Hưng Thịnh là ông Nguyễn Ngọc Tĩnh, năm nay 40 tuổi. Vậy để có thể làm việc với các đối tác Nhật Bản, chắc hẳn chúng ta cần biết tiếng Nhật phải không nào? Với lịch trình công việc bận rộn thì những người quản lý công ty như ông Tĩnh sẽ học tiếng Nhật như thế nào nhỉ? Các bạn hãy cùng Shop đến gặp và trò chuyện cùng nhân vật này nhé! はい、皆さんこんにちは。日本語ソセンターの工藤します。よろしいでしょうか。どうぞ先生、自己紹介お願いします。はい、皆さんこんにちは。私はティットと申します。フンティン株式会社を担当しています。 ソセンターで日本語を勉強したことがあります。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっと質問があるんですけど、いつから日本語を勉強していましたか？はい、実は2016年から勉強しました。はい、我が社のお客様は全て日系企業ですから、日本語を勉強したいです。はい、日本語が 分かったら必要です。はい、そうですね。お客様は日本人ですから、日本語が必要ですね。はい、なんか最初なので、毎週スケジュールが決まっています。やっている日本語を勉強しています。はい、私の仕事は本当にとても忙しいです。はい、毎日会社で完成したらすぐソセンターに行きました。いつもうちに5食買いました。 それから時々妻に日本語を勉強したいから家族と時間がなくなっちゃったと言われたんです。本当？はい、それはしました。あ、それはね。はい。勉強した時は難しいことにあったことがありませんか？はい。一番大切なのは漢字です。はい。私は今年40歳になりました。 それから何回も何回も変えても覚えられないです。でもよかった。ソセンターの先生に勉強し方を教えてもらいました。それから日本語を勉強すれば勉強するほど自信持っています。はい、興味を持っています。はい、そうですね。はいはい。なんかはっきり話すように色とよく必要ですね。どうしてソセンターで日本語を勉くするんですか？はい、友達がソセンターを教えてもらいました。くれました。はい、くれました。はい、ソセンターではレベル2でいろいろなコースがあります。はい、N5から N3 まで出席しました。 この中級コミュニケーション授業に参加しようと思います。はい、本当ですか？聞いていただきありがとうございました。はい、そうですね。なんか今まで2年間を日本語を勉強するんですね。初めて日本語を勉強するに対してアドバイスがありませんか？はい、アドバイスですね。はい、皆さん、どんなことでも 目的を分かるのは必要です。いつも頑張って勉強してください。それだけです。そうですね。はい。なんか皆さん日本語が難しいですけど、頑張ればいい作業に話しますよ。それから頑張ってください。 皆さん頑張ってくださいね。はい、本日はわざわざ参加していただきありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。喜びを申し上げます。皆さんありがとうございました。はい。